再入部させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。はい、拍手。だよねだよね、そうなるよねだと思ってたよ。いや何その顔、どういう感情、せめて拍手全開。練習始めるぞ。待ってください、本当に入れるんですか？そいつ入れたら練習サボってそのままやめてもいいってことになりませんか？大勢、伊吹にだって理由があったんだよ。いいじゃない、伊吹が帰ってくればチームは強くなるよ。そしてますます僕が活躍できる。7ヶ月もブランクあって戦力になるわけないやろ。ほんまそれな。やめなよみんな。お前らの試合見てたけど、俺全然戦力になると思うけど。伊吹、てめえ今なんつった？大勢やめて。僕一つ提案させてもらっていいですか？部内マッチの B チームに伊吹先輩を入れてもらうのはどうでしょうか？はそれでもし全く使い物にならなければ入部できなくていいです。なんでわざわざそんなことを俺たちがしてやらなきゃなんねんだよ。でもいい機会かと思って。どうせ明日プレ試合するつもりだったじゃないですか。いや、やっぱりそうですよね。気持ちわかります。だってブランクあるヘタレ界の天才もどきに負けたりしたら、ダサさここに極まれりって感じになっちゃいますもんね。ああ、もちろん代償は払いますよ。もし伊吹先輩が使い物にならなかったら、これから大学卒業まで伊吹先輩はラグビー部の奴隷として働き続けます。はい？ほう、マジか！それええやん。ラグビー部の雑用はもちろん、授業の代編や講義ノートの購入、学食の場所取りはもちろん、この無駄にいい容姿を生かして合コンのセッティングも行います。マジで？俺にも彼女できんのか？はい、できるまでやります。いや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 、無理だよ。その顔面と性格どうにかしないと。夏さん、僕切腹見てみたい。はい、お安いご用です。安くないよ、値段つけられないよ。命はどうでしょうか、キャプテン。やりましょう。やっちゃったな。なんであんな煽るようなこと言っちゃったかな。腹の中では俺天才マジマンジって思ってるところ出ちゃいましたね。違います、予想以上に空気悪くて動揺したの。お前たちも無視するしさ。だいたい俺が復帰することを連絡したんじゃなかった？送りましたよ。でもまあ87人から既読スルーされてますけど。メンタルがせえ、鳥天ばっか食べないで。お、
てか、そもそもなんであんな提案。俺、ここでダメだったらもうラグビーやれないよ。勘違いしないでもらえます？僕が好きなのはラグビーが強い上岡伊吹です。ここで負けるような弱い人なら別に興味ないんで。気持ちのフットワーク軽すぎ。聖一郎、黙ってないでお前もなんとか言って。あんなやめ方したんですから普通に戻ってこられるわけないと思いますけど。え、お前おこじゃん。当たり前でしょ。聖の連絡何回無視したんですか。それに聖がいつも以上に無口な時は怒ってる時ですよ。それ見分けつくのお前だけだから。とにかく期待裏切らないでくださいね。夏田さん、上岡さん大丈夫でしょうか。え大丈夫だよ。どっちに転んでも面白いじゃん。全然大丈夫じゃないです。それにそもそもリザーブや B チームの方たちに受け入れてもらえますかね。ああ、それは心配いらないよ。伊吹先輩。お、覚えてますか。僕、ラグビースクールで一緒だった。おお、弥生、久しぶり。元気か。はい。背伸びたな。小学生の時はこんなに小さかったのに。そんな小さくないですよ。お、小鳥ちゃんも久しぶり。名前で呼ばんとって。小鳥、叩ないでください。なんだよその敬語。やめろって言っとうやろ。てください。伊吹先輩、上岡。すごい人気者ですね。そう、先輩は小学校からラグビーやってるし、ラグビー関係者に知り合い多いんだよね。しかも天性の人たらしだから人気者なの。特に後輩からはね。スター選手なのに親しみやすかったから憧れてる子も多いし、昨日拍手少なかったのは3回生に気を使ったからだと思うよ。なるほど、そうなんですね。確かに伊吹先輩が辞めた時はみんなムカついたと思うし、特に同回生からは嫌われたかもしれないけど、それは自分たちに相談なしにって感じの気持ちの裏返しだから。大丈夫、すぐになれるよ。ラグビーが認められればの話だけどね。そうですね。それに見込みがあるから夏田さんもあんな提案したんですもんね。いや、半々だよ。え、そうなんですか。そうだよ。7ヶ月もブランクがあって簡単に戻れるほどラグビーは甘くない。でもそれをしのぐほどの才能を見せてくださいね先輩。行くで、落とすなや。お、伊吹、お前何しとんねんアホ。ボール出さんかい。待ってください。今久しぶりにパスもらって感動してます。ああ、こうか、ならしゃあないわ。ってなるかボケ、はよせ。お前ボールになれなあかんやろ。こらに、優しい。初めて優しくされた。好き、抱いて。きっしょ、なんやねお前。うわぁ、離せ。マコさん。ああ、大勢、さっきタクが探して。このチームのスタンドオフはマコさんです。あいつじゃない。今さら帰ってきたところで居場所なんてないこと思い知らせてやりましょう。大丈夫、わかってるよ。ノコン、やっぱりまだボールになれないみたいですね。夏田さん、楽しみだね。
伊吹先輩がラグビー部の奴隷になるの。あれ、なんか寒気が。全然バテてないですね、先輩。ああ、まあ部活なかったし、学校もほとんど行ってなかったから、一人で走り込みとか筋トレとかやってたし、現役の時よりしてたんじゃね。確かに現役の頃よりむしろ締まってる。バネもますます。そうか、一人でずっと走り込みとか筋トレを、現役の時以上に。くら、たびたびの確認で誠に申し訳ありませんが、ゆずき様は私にラグビー部に戻ってきてほしいという認識でよろしいでしょうか。そうですよ。だから頑張ってくださいね。前半のプレーは可もなく不可もなく、7ヶ月のブランクがあるのにここまでできてるのはまあまあですけど、まあまあの先輩に僕興味ないんで。怖い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 、その目、これ以上追い詰めないで。後半はもっといい動きしてくださいね。このままやと選手としては戻れんのちゃう？わかってるよ、前半ボールにちょっとは慣れたから後半なんとかする。なんとかせんでええわ。試合には勝ちたいけど、お前が奴隷になる方がおもろいし。お前な、なんで急に戻ってきたんや。約束した。なんのや。きっしょ、もうええわ、一口もらうで。ああ、うっす、これうっすいわ、まずい。作ったん誰や。俺、子供の頃から薄いスポドリが好きなんだよ。よし、後半頑張っちゃいますか。頑張らんで言ってるやろ、ボケ。しゃしゃんなよ。スクラムはどうしてもレギュラー陣に押されますね。ああ、海外で見るようなタックルですね。さあ抜け。だからどうしてお前はいつもそんなええところにおるんや。走れ。え、誰に。ちょっと、伊吹先輩、天才。お、すごすぎる。タックルした後どうしてあんないい場所に入れるの。立ち上がりが早すぎる。まるでこうなることが分かっていたみたいだ。しかもあのキック、この状況で弥生くんがどこにいるか把握してたってこと。天才だ、天才ってこういうことだ。くそ。
込みすぎじゃん。さすがだよ。おいトラリーなら決めてくるって思ってた。いい加減に話すごい、逆転しちゃいました。この人のラグビーを見ていると思うことがある。きっとこの人の目は未来の空にある。特別がたいがいいわけじゃない。身体的に何かが抜きん出ているわけじゃない。この人が天才と言われるのはその読みの正確さだ。敵味方関係なく29人分全ての今と未来をこの人は読んでいるような動きをする。それは未来の空に目がついていないとできないことだと僕は思う。でも天才ってそんなもんだ。ラグビーの神様の寵愛を一身に受けたスタンドオフ、それが上岡伊吹。それなのにやめようとして、後で絶対嫌がらせする。え、なんで？ブランクがあってもこの動き。誠、落ち着け。舐めたガキは叩き潰すぞ。ああ、よし、この調子でだんだんボールに慣れていけば。肩ならしのつもりか、上岡。怪我するぞ。出たよ、真打ち。重っ！こいつ、こんなに重かったか？よう帰ってこれたもんやな、元天才。ノーサイ。すごい、びっくりするくらいのクソゲーぶりでしたね。夏は一応俺らもおるからな。でもやっぱり伊吹先輩はすごいですよ。証明されました。これで部活に戻ってこれますよね。どうでしたか。どうでしたも何も、もともと4回生は誰も異議はない。そう、監督も OK してるしね。あとは3回生で話し合ってよ。トーラ、中華行こうよ。勇気の就職内定祝い。勇気断るって言っとったで。え？なんで？自分に内定を出すなんて頭おかしい。まともな会社じゃないらしいわ。ネガティブすぎない？大丈夫なのか？まだ就職先決まってないのあいつだけだろ。ま、学食で説得しようや。チビたちも来い。いいんですか？俺はチビじゃなかと。です。いいから食い。ちょ、離せって言っとう。またカレーに納豆かけますか、イクトさん。うん、納豆カレーしよう。やからきしょいことすんな。ユーもいかへんか。お、行っておいでユー、大丈夫だから。はい。もういや、耐えられないこの空気。伊吹先輩を許してください。伊吹先輩は僕を怪我させちゃったこと、柄にもなく責任を感じちゃったみたいで、部活を辞めるなんて見当違いのことして、僕は何やってんのこいつ、痛いわ
本当頭悪いって感じでしたし、部活の皆さんはそれ以上に迷惑したし、ムカついたと思います。でも先輩には、俺にはラグビーしかありません。どうかここでラグビーさせてください。こいつは絶対何も考えてない。俺は別にええと思うで。久しぶりに会ったけど、こいつやっぱうまいわ。センスある思うわ。そうよ、伊吹はラグビーうまいよ。僕を立ててくれるし、腹切りも見せてくれるんでしょ。いや、だからそれに合コンも開いてくれるんやろ。いや、話が。おい待てよ、こんなやつ当然入れるだろ。実力のある選手は入れるべきだ。イブキラグビー楽しもう。なら復帰祝いで肉食いに行こう。イブキのおごりで合コンの打ち合わせしながら。合コンで腹切りね。それちゃんと救急車呼ばれてちゃんと大事件になるだけだぞ。僕たちも行く。行かねえ。大勢一筋縄では行かないね。やっぱり夏、お前そういえば今日寮に入る日だろ。忘れてた。もう荷物は運び終わってるし、そんな焦ることか。僕の心の準備ができてない。だってよりによって同室が。次回予告5秒。とりあえず俺が予告したら視聴率下がったとか夏さんに言われ